クリティカルおもしろゲーマー対策です。T シャツをね、3枚買ったのと、ブラックデニム、黒いジーパンですね、買ってね、王道のロックファッションに挑戦してみたので、皆さんご覧ください。もしこの動画が楽しければ、グッド評価、チャンネル登録の方ね、ぜ、え、ひ、ー、ともよろしくお願いします。今回買ったのはですね、 アメリカのね、えっと、ロックバンド、ガンズローゼズの、えっと、T シャツを2枚、それからガンズローゼズに関係のある T シャツを1枚買っております。1着目はこの T シャツになります。ガンズローゼズがデビューしたのが1987年。この T シャツは 1988年のツアー T シャツになるらしいですね。バックプリントはこうなってますね。NJ サマージャム、ガンザンドローズって書いてます。88って書いてますね。これがバックプリントですね。はい。2着目がこちらの T シャツになります。これはね、えっ、ー、と、見てわかる通り、アイスクリームみたいなところが十字架になってると。で、リボルバー式の拳銃がクロスしてるっていうね。 あの上にガンザンローゼスっていうロゴが入ってますけどもこれはバックプリントはありません3着目の T シャツは今僕が着てるねチャールズ・マンソンっていう人のね顔写真があしらわれているんですけどもえっとボーカルのダブル・アクセル・ローズが90年代によくえと着てた T シャツですフロントのプリントがこうで ックププリリンントトがこんなな感じのバックプリントになっていますはい、はい、というわけで僕がえっ、ー、と前からずっとですね、えー、とやってみたかった王道のロックファッションに挑戦してみましたグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いしますご視聴ありがとうございました